はい、どうも皆さん、こんにちは。動画を2つです。動画を再生していただきありがとうございます。この動画はリアクション動画となっております。必ず今回取り扱いも本編をご覧いただき一緒に再生してお楽しみください。というわけで、今回、獣事件第1話こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらの作品に関してはね、2021年の冬アニメのリアクションスケジュールには入っていなかったんですけども、まあコロナのね、緊急事態宣言っていうのがありまして、まあ家にいるね、時間も少し多くなってきたので、まあ今週のね、まず1話だけ、ちょっとリアクションさせていただいてですね、まあこの先もできるタイミングがあれば2話、3話とやっていきたいなというふうに思っております。まあ今回ね、獣事変に関しては全く内容を知らない形でやらせていただくので、第1話に関してはね、冒頭お話しすることなくこのまま本編進ませていただいて、まあ1話見てエンディングの方でね、少しお話しさせていただければなというふうに思っております。というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオのものを使って一緒にお楽しみください。簡単なお知らせを挟みまして、本編スタートです。よろしく頼むぞ。さあスタートです。東京から人が来る、その東京から来る人が多分主人公かな。まあ大体こうやって持ち上げられる子は何も起きないねだいぶ調子乗っちゃってるね、この白髪の男の子は。いや、そんなことなんで君が決められるんだよ。なんだって？泥？ワイヤ？なんて言った？ペンダントか。あ、これ主人公じゃないかな。なんかチラッと見た気すんだよな。パン、誰だ？あ、これが東京から来てる人ね。てか、随分おしゃれな車乗ってんだよ。これ時代はいつなんだろう？現代なのかな？ちょっと前、昭和とかかな？結構おしゃれだよ。このおっさん。誰か知らないけどまだ。腐っとる？え？あ、家畜ね。びっくりした。こんな人の死体とか腐るまで置いとくような。そういう時代っていうか設定があるアニメなのかと思ったわ。だからまあ獣事件っていうタイトルだから、まあこの人が解決しに来てるんだろうね。裏稼業的な感じなんだね。探偵って言っても、まあそういう、なんていうか、都市伝説とかそういうもの向けの探偵なのかもしれないね。まあ本当に覗きに来てるよ、子供たち。見に来てるのにああいう感じなのね。本当いいね。その問題さえなければいいんだろうけど。今その頭数調整する漁師さんも減ってきてるらしいけどね。ああ、あれじゃん、あの男の子じゃん。ペッコリそれだけか子はどこの子なんだろう。あ、そういうこと？詳しい話は後でってことは、あの子もなんか関係あるのかな、今回呼んでることに。誰？あっ、うわー、もうめちゃくちゃすり寄ってきてますやん。そんなことしてくれる旅館なんてなくない？だって。今時こんなことやらせたら結構問題になりそうだよね。まあこっちはすり寄ってるんだろうけどさ。やらされてるんじゃなくて。いや、だってさ、すり寄ったところでさ、そんなさ、初めて会った男の子をさ、勝手に連れてくとかありえないじゃん。いや、継ぎなよ。いいじゃん、旅館業。
まあ今は大変だけどさ、泥多忙。え、そうなんだ。じゃああの子もなんかまああるんだろうね。てか髪はほどくべきなんじゃないかな、お風呂入るときは。なんでそんな暗い感じなの？ 聞いてる聞いてる。 絶対違う。ほら、彼にとってはショックだろうね。一番けなしてる相手が、自分がやってたい職をやられ、取られちゃうなんてさ。せられ、これどこの地方の言葉だろう。何をやってんの、そんで。え、たわしで洗ってなかった、今。体。嘘でしょ。身を清めるためとはいえ、たわし？このおじさんはすごい興味があるんだろうね、この泥なんとかに。いいね、旅館の朝食っていいよね。もう全く正反対だね、あのこと。なんて読んだ？読めない。ああ、なんか見てるかもしれないって。今じゃなくて。ああ、ってことはやっぱなんか見てるね。いや、それはやべえな。え？いや、なんで？気にしないって言ってんだからいいんだよ。いいやつ。いいおじさん。そんな、あ、けど女の子も、あ、出てくの、いるのかと思った。さあ、話してみてくれ。もう、知ってるじゃん。確かに。ええ、ちょっと待って、結構えぐいな。あれ？俺怖いのダメなんだけど、予想以上に怖いパターンかも。いや、この子すごいな。観察眼というか。才能があるね。これで連れて帰ることになるのかな、この子。そもそもなんかこの町だだって嫌われてる感じだしさ。あ、なんだろ、頭撫でられたのなんて初めて的な感情なのかな。そしてずっとこの浮かない顔でね。え？何してんの？ドブさらい？調査じゃなさそうだね、今の言い方は。都合が悪いのかな、この男の子と接せられると。やっちゃんは不機嫌だろうな、こんなの。さあ、まあ見ろって感じだけどな、なんか。音楽がすごい素敵なアニメですね。ああ、いいね、なんか。あんなの今の時代やる人いないだろうな。なあ、もうカタツムリも最近あんま見んな。
結構自然の描写とかも多いアニメなのかな。たまたまこれは今ここにいるからこういうシーンが多いのか。いや、マジ？やるな、お前。ちゃんとお世話もしてね。こうやって接してくれる人なんて初めてなんじゃないかな、この彼にとっては。枝豆か。じゃがいも取るの大好きだけどね、俺。さつまいもとか。無駄な筋肉とか使っちゃってるのかな。てか、その格好でやるかね。あ、ねえ、それ、ちょっと、なんかありそうだよね。石なの？なんか化石みたいにも見えるけど。あーってことはやっぱあの人がお母さんじゃないんだね。捨てられて、あそこの旅館で育てられてるってことなのかな。で、これがなんか両親との唯一の手がかりみたいな。そしてなんか、なんだ。明結石。へえ、そうだろうね。なるほど。いや、運命だね、この人と会ったのは。今の風が吹いた感じといい。あの石もなんかありそうだな。あと親の話も。あ、探してくれるんじゃない？これ一緒にいる間にさ、少しずつ。で、そこになんかとんでもない秘密がありそうな気がする。いやいやいや。感情を押し殺して生きてきたのかな？子供なのに、感情を表に出すのが不器用っていうか。いよいよ新月ですよ。ってことは何かが起きる日だ。あ、犬神さんっていうのね、名前ね。やっちゃん？なんでいるの、ここに。あー、好かれてるからね、あの犬神さんに。ちっちゃい男だよ、大人になったら行けいいじゃんね。その頃には心変わりして旅館継ぐか、うわ、ひどい。そうだね。心の支えになってるね、もう。うざ。だ、それはダメ。その石は、形見みたいな、お母さんだかお父さん、おいおい、それもダメな気がする。殴っちゃ。やりすぎだよ。ん？え？何？泥多宝はどうしちゃった？何何何？人間じゃないの？この子。なんかそういうのが出るのを解決するのかと思ったら、この子自身もそういう感じなの。いや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 。いや、でかくなってるけど大丈夫か？おい。あれ？ああ。これがコントロールしてくれてるんだ、この子の。なんか。異形になるの。いや、これはますます両親秘密があるね。で、見てたのかな？この一部始終を。見てないのかい。違うとこかい。ああ、探しに来たのか。俺でした。あ、そういうこと？やってたのも彼なんだ。東京に一緒に行こうっていうのかな。どういうこと？突然のお尻？
あれ、なんだ、先祖返り的な、違うか、あんなのないよね、いくらなんでも。あそこまで、おう、それがあれなんだ、彼なんだね。血を持たぬ汎用犬夜叉かな。ああ、えっ、何それ、使えるの、その銃は。乾き、あー、なるほどね。あ、な、違うんじゃん、なんだ、ん、あー、弥太郎が犯人なのかと思ったよ、一瞬。やばいじゃん。え？え？やば、あー、それはさっきのが関係してんだろうね。おー、わわわわわわ、あれだろ、今のこそゾンビドッグみたいに出てきたけど、気持ち悪、あ、使えるんだね、やっぱ。全然恐怖とかがなさそうだね、こういう、うわお、いやいや、頼もしいというか、たくましいというか、内臓がない、まだいるのか、あれをやったやつがいるのか。なになに、え、鹿、え、骨、あ、角、もうでかっあ、結構バトルもあるのね。なんか、探偵事務所っていうから、解決していくだけかと思ったけど、こういう戦いも。しかもすごいね、この銃の威力。いや、再生能力もすごいけど。え？嘘でしょ。変身しなくてもそんな強い？いや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 、規格外じゃんか。こりゃますます連れて帰りたいんじゃない？そうな？じゃあおじさんと一緒に行こうよ。なんか記憶の改ざんとかできない？とっても素敵。え？何？え？マジで？そういうこと？ああ、それでこんななんかね、暗くなってたんだ、表情が。ただ怪物退治だけじゃあんなずっと暗い表情なんなんだろうと思ってたけど。なるほど。あ、じゃあ殺したことにして連れてくの？なんでそんな感じ？いやいやいや、この子。あ、それね。カバね。え？
いやいや。いやいや、そんな表情で言わないでよ。え、嘘でしょ？それはないだろ。え、あの子、やっぱあっちのおっさんが主人公？いや、担いでるし。いや、どういうこと？死んでないんだよね。わからない、わからない。どういうことだ？どうなってんだ？あの子メインキャラだろ？あ、大丈夫そうね。よかった。なんか、あれがあったんだね、トリックがきっと。ああ、もう連れ帰ってる感じじゃない？これ。あれ？スマホがあるね。なんか昭和とかそういう設定かと思ったけど、全然今時なのか。まあ、もう一日経ったんだ。それな？頭でも。頭でも死なないの、やばいね。まあね、戸籍上というか、あの町では死んだことになったんだ。わお、現代だね。スカイツリーもあるし。だからこんなレトロな車乗ってるからすごい勘違いしたわ。モンスターズ。ここが基地的な、アジト的な感じ。ブレーカーからあれなんだね。いや、結構おしゃれじゃない？綺麗じゃん。もっと無彩かと思ったのに。いやいや、いやいやいや、それ？なんでそんな服があんの？あ、他に生きてる子がいるのか。あ、匂いね。ってことはこの犬神さんも匂うんだね。ってことはこの事務所で働いてる子たちみんなそっち系なんじゃない？すげえデザインだよ。派手じゃないか？あ、来た来た。新しい人。あ、男ばっかっつってたもんね。あ、女の子じゃん。一人。てかみんなちっちゃいんだけど。やば。いや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 、こちらこそ誰よ。終わりー。どうなるのこれ。基本的には、だからこの犬神探偵事務所ってところが、いろんな全国なのか、まあ、都内なのかわかんないけど、まあ、そこで起きる都市伝説とか、化け物退治みたいなのを受け負って、まあ、それを解決していく話なんだろうけども、まあ、その中でここに今新しく出てきた男の子と女の子、あとは今の、カバネか。カバネくんが、まあ、助力というか、手伝う感じになるんですかね。まあ、その中で、まあ、悲しい話だったり、ムカつく話だったり、いろいろあるんじゃないかな。あれ？いっぱいいるね、まだ。で、やっぱあそこにいた、みんななんか能力持ってそうだな。しかもちっちゃい子が多いんだね、この作品は。どっちかっていうと出てくる登場キャラクターが。大人のバトルっていうか、この少年が、あとこのね、形見というか、お母さんかお父さんがくれた首飾りは一体、渡した人物とは、会うことがというかね、どのタイミングでいろんな秘密がわかるんだろうっていう。ああ、なるほどね。はい、というわけで、今回獣事変第1話ですね、見させていただいたんですが、まずね、犬神さんっていう人が、まあ、そもそも人間じゃないっていうのは驚きました。まあ、そしてね、カバネの正体があんなのっていうのも、
まあ、もちろん最初に知識なかったから驚いたんですけど、もう何よりね、犬神さんがカバネを撃っちゃったことにも驚いた。まあ、旅館のおかみさんはね、複雑な気持ちだったんだろうけど、あれを依頼した時にはね、まあ、あんな街で事件が起きて、まあ、カバネの正体を知ってたとしたら、まあ、そうせざるを得ないっていう事情もあるのかもしれないけどね、まあ、現実世界であるようなさ、状態っていうか事情じゃないから、僕たちにはわからないことなんだけど、ただあの犬神さんがね、銃を向けた時のね、カバネの表情がね、ちょっと複雑だったよね。まあ、そんな中ね、連れ帰ってもらって新たに出会った子供たちと、まあ、これからね、犬神さんたち含めてどういう行動をとっていくのか、まあ、まだまだね、わからないことたくさんあるんですけども、まあ、そこら辺ね、次週以降描かれるのかなというふうに思っております。というわけで、皆さんのね、今回の獣事変第1話に対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。また来週も見させていただくと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上、動画の2つがお送りしました。バイバイ。